日本経済新聞社は12月9日から11日までここ東京ビッグサイトで地域活性化の切り札として注目を集めている地域ブランド、その地域ブランドの魅力を紹介する地域食とものづくり総合展2010を開催しました。このステージでは商品開発にまつわるエピソードやこだわり、美味しさの秘密など出展者の方からご紹介いただくものです。各出展者とも制限時間は3分間とさせていただきますので、商品の魅力を余すところなくご紹介いただければと思います。石川県の珠洲市から来ました馬掛と申します。はい、今日ご紹介いただく商品は何でしょうか。地元に採れた馬で、はいはい、塩をコーティングしたごま塩を持ってまいりました。はい、皆さん、普通のごま塩なら分離しますけど、このごま塩は分離しないでごまにくっついたごまでございます。はい、皆さんちょっと食べてみてください。ごま塩といえば本当にちょっとね、はい、振りが上と下に分かれているごまが多いですけど、なんでごまをいってから、はい、お塩とちょっとのお水で、はい、フライパンでいった状態なんですよ。お塩のその分量ですか、はい、分量によってはなんか辛くなったり、そしてだけどちょっと見た目はごまを食べているような感じなんですけど、そうですね、お塩というか、はい、ごまを食べているという感じで、はいはい、いかがですか皆さん。そうなんですよ、いかがでしょうか。美味しい、美味しいです。ごまの風味がね、どうもありがとうございます。はい、はい、どんなふうな使い方を他にすればよろしいですか。そうですね、お赤飯、おにぎり、はい、なるほど、はい、そしてちょっと生野菜にかけて食べてもよろしいですし、ごまはね、はい、栄養たっぷりですからね、はい、そうですね、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。でしょうか。続きまして、中田食品さんです。皆さんこんにちは。和歌山県から来ました中田食品の小口と申します。本日はですね、梅酒持ってきておりますので梅酒の紹介をさせていただいております。ですね、我々もともと梅干し屋さんでしてですね、柔らかい完熟した南高梅を使った梅干しを作っているんですけども、その梅を使ってですね梅酒を作った商品、本日ご持参しております。通常梅酒というとですね、青い梅で角砂糖でつけてっていうような、氷砂糖でつけてっていうことが多いと思うんですけども、我々その梅干しに使う高級な南高梅の完熟した果実を使ってつけた梅酒になっております。で、お砂糖もね4割ほど減らしている梅酒になります。今までね飲んだ梅酒と随分ね印象が違う、飲みやすい梅酒になりますんで、よかったら飲み比べてもらってですね、感想等をお聞かせいただければと思います。あと梅干しメーカーなんで梅を使った調味料だとかですね、こんな風な梅を今回ねこっち持ってきた商品、特別価格でちょっとお安く分けさせていただくのと、買っていただければ梅干しサンプルでお付けして、お付けさせていただいてますので、非常にお買い得になっております。もしね、荷物ね、重くなければ帰りにでも寄っていただいて、お買い得な商品買っていただければと思います。はい、ありがとうございます。実は私も、お酒、早速召し買わせていただきまして、もう本当におすすめです。ぜひ飲んでね、行かれていただきたいと思います。私どもは鹿児島県のですね、種子島からやってまいりました種薬農業協同組合春田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日ご紹介いただく商品は何でしょうか。はい、ですね、今巷でですねテレビや、雑誌等で取り上げられている三つ芋という名前のお芋なんですけれども、こちらの正式名称を安納紅と言いましてですね、通常のさつまいもより糖度の高いものとなっております。で、今回私ども農協の方で生産者の方が掘ったものを1ヶ月貯蔵しまして、それを高温で焼き上げ急速冷凍したものを持ってまいりました。で、今から試食がございますので、はい、お願いします。ではお配りください。はい、3種類のお芋なんですけれども、爪楊枝の刺さっているものですね、そちらが三つ芋と呼ばれているものなんですけれども、先にお召し上がりいただいてですね、はい、爪楊枝の刺さっているものからお召し上がりいただくと、はい、皮の赤いものなんですけれども、いい香りしますね、はい、そちらはお砂糖も何も使っていない状態の甘さなんですが、どうぞお召し上がりください。安納芋でも2種類ございまして、もう1種類中身の黄色いものがあるんですけれども、こちらが今お召し上がりいただいたものが突然変異いたしまして、できたもので、こちらを安納黄金と言います。で、もう1種類が紫芋ですね、はい、こちらが
ま、皆さん召し上がったことはあるかと思いますが、種子島のものは色が濃くてですね、ま、甘みの強いものとなっております。はい、美味しい、美味しいですよね。ありがとうございます。まるであのお砂糖が入ってるんじゃないかと思うぐらいの甘さじゃないですか。入ってないんですよね。本当に全然入ってないですね。本当ですか。はい、全然入ってないの で今このお芋は焼いたものですので、こちらのお芋、蒸したりした時には25度ですね、糖度の方が。でこちらの焼き芋です、35度まで上がっています。ですので、まあ、おやつといいますかスイートポテト状態ですね。はいはい、自然のものとなっております。そうですよね。はい、そして女性にはこうなんかお通じも良くなったりするんじゃないかと。はい、そうですね。そうですよ。うんうんってうなずいていらっしゃいますけれども、小さいお子様にもいいですので、はいはい、こちら、ね、今回のイベントのために種子島から持ってまいりました。今回はですね、1袋600円でお売りしてますので、電子レンジで6分ぐらいでもう今の状態になりますので、ぜひお買い求めください。はい、はい、山口県岩国市から来ております、平瀬でございます。よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。今日ご紹介いただく商品は何でしょうか。はい、山口県岩国市、場所はですね、広島、宮島ときまして、その隣が岩国ございます。で、そこで主に栽培されておりますこの栗ですね、ガンネ栗といいまして、粒の大きい栗でございます。ちょっと皆さんも回してみていただいてよろしいでしょうか。ぜひ前から順に回していってください。はい、ガンネ栗といいます、非常に粒の大きい栗がこの地方で取れます。私は小さい頃からこの栗がもう普通だと思ってたんですが、どうも皆さん言うには違うそうで、違いますね。田舎に住んでると自分のとこしかわからないということなんですが、はい、その栗を使いましてね、ちょっとなんか美味しいものを作りたいねということで、はい、いろいろ考えました。やっぱり栗はやっぱり甘くして食べれば美味しいだろうということは、お菓子がいいんじゃないのということで、実は私は日本料理の店やってるんですが、そうですね、ちょっと、ね、全然違うものを作っちゃったねってことで怒られたりすることもありますが、こちらですね、パウンドケーキを作ります。どうも皆さん恐れ入りますが、はい、はい、パウンドケーキを作らせていただきました。栗のね、大きい粒がそっくり入っているのと、それからあと粉になった粒もですね、バター炒めして生地の中に混ぜ込んであります。黄色い生地の中ちょっと白っぽく透明っぽく見えるのが、はい、栗のバター炒めしたものです。どうぞ召し上がってください今。はい、食べていただければですね、その美味しさっていうのがちょっと分かっていただけるかなと思いますが、やはり料理を作ってる関係、やっぱり同じ作るんなら、やっぱりどうやって美味しく食べていただけるか。そうですよね。どうでしょう、食べていただけましたでしょうか。いかがですか、皆さん召し上がってみてください。はいはい、美味しいですよね。まだまだこれ試作でございまして、来年が山口で国体がありますので、それに向けまして商品を完成させていきたいと思います。はい、その説にはどうぞ皆様のね、ご贔屓をお願いしたいと思います。そうですね。はい、そのパウンドの部分と栗の部分の食感が2度楽しめるのがいいなっていうふうに思いますけれども。そうですね。うん、たくさんのいろいろ楽しみ方していただきたいと思いますので。はい。はい、ありがとうございます。平瀬さんでした。ありがとうございました。はい、お待ちから来ました。黒瀬と言います。はい、よろしくお願いします。今日ご紹介いただく商品は何でしょうか。今日はですね、はい、皆さんご存知ではないかと思うんですけど、トサカという海藻から作ったですね、はい、こんにゃくがあるんです。基本的に天草では精進料理とかに昔から食べてたんですけど、はい、一般向けにはあまり販売してなかったんですね。それを今回、味噌漬けという形で販売しようということですね。それともう一つがですね、天草で採れてます、天草などで採れてます紫ウニ、はい、紫ウニをうちが製造を販売してるんですけど、その中で1年2年ちょっと寝かせたやつに九州電力が作ってますけど、塩ですね、天然の塩を、それを混ぜ合わせたものをこういう形でですね、ウニ塩という形で今回初めて、はい、世の中に出したような形ですね。いかがですか。はい、どうでしょうか。はい、紫ウニ 100% という形ですので、はい、もう他に何の混ざり物もございませんので、はい、安心して召し上がっていただけますよね。はい、いただけると思います。はい、よろしくお願いします。はい、以上をもちまして紹介ステージ終了とさせていただきます。ご参加いただきまして誠にありがとうございました。いかがでしたか。